米国発の新型ハイブリッド、ハイパーカー、ジンガー 21C が、ラグナセカで市販車最速記録を塗り替えました。マクラーレンセナの記録を突破、米国のハイパーカーメーカー、ジンガー社が手掛ける最新モデル、21C が、カリフォルニア州のラグナセカで市販車として、 最速記録を更新した、レーシングドライバーのジョエル・ミラーがハンドルを握り、わずか1分2 5に4 4秒で 3.6km のコースを周回した。これは、2019年に、マクラーレン・セナが樹立した1分27.62秒を大きく上回る記録だ。タイヤは、高動走行用のミシュランパイロット、スポーツカップに r を装着。記録挑戦時のコンディションは、 理想的だったという。ジンガーによると、ラグナセカでの記録更新を皮切りに、今後も様々なチャレンジを予定しているようだ。21C は8月12日から16日まで、モントレーカーウィークで一般公開される、実速 0100km 加速1.9秒のハイブリッド車。21C は 11000rpm まで回転する。 自社開発の2.88リットル V8 ツインターボとフラットクランク油圧式タバンクラッチを備えた7足シーケンシャルトランスミッションを採用前輪には2機の電気モーターを搭載し合計出力 1250PS を発揮するハイブリッドハイパーカーだ車重は 1250kg 軽量のサーキット専用モデルは 1218kg で、パワーウェイトレシオは1、1になるという、時速 0100km 加速は1.9秒、時速 0300km 加速15秒、時速 0400km は29.0秒、最高速度は時速 431km に達するとされている、3D プリント技術を用いて、設計、製造された 21C は、 アルミとカーボンファイバーの複合写真を特徴としている。ボディは空力性能に特化しており、ジンガーによると時速 250km で走行中のダウンホースは 251kg になるというサーキット専用モデルではさらに強化され、790kg に上るとされている。